第7代ノーサンバランド伯爵、トマス・パーシーは、イングランドの貴族。イングランド北部に所要を持つカトリックの貴族で、イングランド女王エリザベス一世のプロテスタント化政策に反対し、1569年に、同じ北部カトリック貴族の第6代ウェストモーランド伯爵チャールズ・ネビルと共に、北部諸公の乱を起こしたが失敗。スコットランドへ亡命するも1572年に、 イングランドに引き渡されて、大逆罪で処刑された。1895年に、教皇レオ13世により、列服された。1528年に、第6代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーの、弟ザートマス・パーシーとその妻、エレノア・アハヤ・ボトルの長男として生まれる。彼が8歳の時の1537年6月2日に、父は、音調の巡礼に参加した角で処刑された。 その結果、同年6月30日に、第6代農産バランド博が子供なく死去した際、彼が博位を継承できず、継承者なしとして、博位は消滅した。1549年になって、父の血統の回復が行われた。1552年に、カトリックのメアリー女王の治世が始まると、先祖の領地と名誉を取り戻すことが可能となった。まず1556年には、 プルード法上の女王守に任じられ、1557年4月30日には、ナイトに除されるとともに、パーシー男爵に除され、翌5月1日には、ノーサンバランド伯爵に除せられた。両爵位とも男子なき場合の弟、ヘンリー・パーシーへの特別継承の規定があった。またノーサンバランド伯位については、以前のノーサンバランド伯くらいの継承資格者も継承可能であり、 七大伯爵の名乗りも許されていた。さらに、同年5月には、北部陸軍のハイマーシャル、同年7月には、リッチモンド城や、ミドルハム城の城を守る、る同年8月には、東部編境州司令長官に任じられた。1558年に、プロテスタントのエリザベス女王が即位したことで、反カトリック的な政策が行われるようになったが、エリザベスは、 ノーサンバランド博のことを重んじており、1563年にはガーター勲章を与えている。しかし結局ノーサンバランド博は、東部編教州司令長官職を辞した。カトリックへの断続的迫害への反発から1569年には、イングランド亡命中のカトリックのスコットランド元、女王メアリー・スチュアートを解放して、彼女をイングランド王位につけることを計画するようになった。 1569年9月には、メアリーとの結婚が計画されていた第四代、ノーホーク公、トマス・ハワードが逮捕された。北部カトリック貴族のノーサンバランド博と、ウエストモーランド博にも召喚命令が来た。しかし両伯爵はこれに従わず放棄を決定した。同年11月14日に両伯爵率いる、カトリック反乱軍は、ダラムに進軍し、ダラム大聖堂を占拠して、 国教会の祈祷書を破棄して、大主教にカトリックのミサを行うことを強要することで、反乱ののろしを上げた。さらに、反乱軍は南下しながら行く先々で、カトリックのミサを行い、カトリック信者を軍勢に加えていった。エリザベス女王は両伯爵追悼のために、第三代サセックス伯爵トマス・ラドクリフ率いる政府軍を派遣した。ノーサンバランド伯は、 ガーター勲章を七入れしてまで軍資金を賄っていたが政府軍が到着する前に軍資金はそこをついた。結局反乱軍は政府軍と直接に戦闘を交えることなく11月24日にヨーク市の前で撤退し12月16日には解散した。残党の多くはスコットランドへ亡命しノーサンバーランド博もスコットランドへ逃れた。 イングランド不在のまま1571年に主権剥奪処分を受けた。スコットランド折衝の初代マリ伯爵、ジェームズ・スチュアートはイングランドと外交問題になるのを恐れ、1572年6月にノーサンバーランド伯の身柄をイングランドに引き渡した。エリザベスからカトリック信仰を捨てれば除名すると持ちかけられたが拒否したため、 1572年8月22日に大虐罪により、よくで斬首された。断頭大での最後の言葉は、自身のカトリック信仰を告白した上で、私はパーシーとして生き、パーシーとして、よう猿だった。試験剥奪は解除され、爵位は弟のヘンリー・パーシーに継承された。処刑後、彼はカトリックの殉教者とみなされた。 処刑から300年以上を経た1895年5月13日に教皇レオ13世により列服された。1558年に第2代ウスター博ヘンリー・サマセットの娘アンと結婚した。アンは夫以上に敬虔なカトリックであり、フランドルに亡命して1591年に死去している。アンとの間に以下の一男四女を設けた。 ありがとうございます。